い、どうも皆さんこんにちは。サッカー分析系 YouTuber のドゥです。今回は1月19日に行われました AFC アジアカップ2023グループステージ第2戦、日本代表 VS イラク代表の試合を解説していこうと思います。本編に入る前にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは本編に参りましょう。まずは両チームのフォーメーション、スタメンから確認していきます。日本代表のフォーメーションは 4-2-3-1、 イラク代表も 4-2-3-1 でした。日本代表のメンバーは、ゴールキーパー鈴木財音。ディフェンスライン右から菅原、板倉、谷口、伊藤。ボランチに前遠藤と森田。右サイド伊藤。トップ下久保。左サイドに南野。トップに浅野。前回と変更点としては、左サイドに中村選手から南野選手。トップ下に南野選手が入ってたところを久保選手。そしてトップ細谷選手だったところを浅野選手というような変更でした。前半の解説に移る前に、この采配について疑問視する声が SNS 上で多く上がっていた印象でしたので、個人的な解釈をお伝えしたいと思います。後ろから言っていきますと、まず鈴木財音選手のところですが、鈴木選手が悪いという意見もあるんですが、私的にはそこまで悪いようには見えませんでした。やれる最大限のことはやってると思いますし、セービングも確かにたまたまセービングしたところで失点につながっているというのはありますが、正直もう鈴木選手がセービングするときにはもうほぼ失点しかけているというような状況ですので、もう鈴木選手を攻めれるような状況ではないと思います。そして鈴木選手なんといってもビルドアップのところ非常に落ち着いていて素晴らしいと思いました。ワンタッチの精度が非常に高くて、また誰がフリーかよく見えています。ただ目の前の選手がフリーなのかどうか、それだけでなく、さらにその奥まで繋がるのかどうか、そこまでしっかり見えていましたので、非常にいいと思います。このまま使い続けて全然問題ないと思います。そして右サイドバック菅原選手、左サイドバック伊藤選手についてですが、こちらも大きな問題はないと思いますが、特に菅原選手の方、確かにコンディションはあまり良くなかったです。ではなぜ菅原選手をずっと使い続けていたのかというと、おそらく控えの前川選手のコンディションがあまり良くないのではないかと考えられます。菅原選手もあまり良くありませんでしたが、おそらく前川選手がそれ以上に良くなくピッチに出せないのではないか、そう感じました。アップしていたという情報もあまり聞きませんでしたので、前川選手もしかしたら何か不調なのかもしれません。そして2列目3人、伊藤選手、久保選手、南野選手ですが、まあ伊藤選手右サイドについてはほとんど反論ないと思いますが、特に左サイドの南野選手の采配については疑問視する声があったと思います。また久保選手についても早めに引き上げたというところで疑問視する声もあったと思います。ですがこれについても私個人的な見解はあります。まず、左サイドに南野選手を使ったことについてですが、これに関しては現在中村選手が軽い怪我をしているということで、試合に出れないことはないそうですが、様子を見て中村選手は出さなかったという判断だと思います。そしてその代わりに誰を入れるかという話なんですが、まずもう左サイドのハーフの選手は、正直中村選手以外はほぼほぼいません。候補としては南野選手、前田選手、そして旗手選手などがありますが、その中で前半からも出れるという判断ができる選手は南野選手だけだったのだと思います。前田選手に関してはやはり後半からの切り札というところで使いたい。そしてやはり多少ボールを持った時の持ち方、雑なところも正直ありますので、どちらかというと技術的に高い南野選手の方がいいという結論に至ったのだと思います。また旗手選手ですが、非常にプレー範囲が広いですので、やはり後半の切り札として残しておきたかった、そういう意図があったと思います。そんな感じで南野選手が最終的に左サイドということになったのだと思います。また右サイドの伊藤純也選手を左サイドに持ってきて、久保選手を右サイド、そしてトップ下を南野選手にすればいいのではないかという意見もありましたが、まず伊藤純也選手の左サイドというのは正直これまであまりうまくいっていません。とても見れないほどのプレーだったというわけではないのですが、やはり左サイドでは結果が出せていないというのが現状です。そこで使って伊藤選手が潰れるぐらいなら右サイドで伊藤選手を使いたかったのだと思います。そして伊藤選手を右サイドで使う関係で、やはり久保選手は左サイドではあまり輝けないということでトップ下。そして南野選手が最終的に左サイドということになったのだと思います。また南野選手の後ろ、左サイドバックの選手が伊藤博樹選手ということで、伊藤博樹選手は縦へのスピード、ここが非常にありますので、どちらかというとこの左ウイングの選手は中に入ってほしいというのがあります。そのため伊藤純也選手がもし左に来たとすると、二人ともサイドでスピードタイプですので、どうしてもポジションが被ってしまいます。そのため南野選手を右で使ったのではないかと思われます。そして今もお話しましたが、南野選手が中に入るというシーンも何個かありましたので、もしかしたらシャドウのような役割をしてほしかったのではないかとも思われます。そして久保選手を早めに外した理由ですが、正直久保選手この試合ではあまり良くありませんでした。
久保選手自身がとてもコンディションが悪かったのかはわかりませんが、明らかにまず相手しっかりスペースを消してきましたし、そして久保選手いつも通り自由にこのようにサイドに行ったり、そして動いていたのですが、相手が全くこれについてこず、そしてボールを受けたタイミングで相手が囲んでくるというような感じで、全く自由にさせてもらえませんでした。今回のイラク代表の久保選手への対策、これは最適解と言えるレベルで良かったです。スペースがない時ほど久保選手が輝くのではないかという意見もありますが、正直今回はスペースがないのレベルがちょっと違ったように思いました。普段だったら相手が一人ついてくるだけだったり、そういうのが多いのですが、今回はもうほぼほぼスペースを消された上に、ボールを受けたところで相手の守備意識が非常に高く、簡単に囲まれてしまうというところで、なかなか久保選手が輝ける試合ではなかったと思います。今回は残念ですが、久保選手次回に期待したいと思います。そしてトップの浅野選手ですが、おそらくこれに関しては事前のイラク代表分析と少し噛み合わなかった点があったのではないかと思います。私もイラク代表のインドネシア戦は見てはいませんが、もしかしたらその試合では裏抜けができるという分析だったのではないかと思います。また上田選手をここではまだ温存しておきたいという意図もあったのではないかと思います。そんな感じで今回の采配について少し私の見解を述べさせていただきました。完全に擁護をするというわけではないのですが、やはり私たちの知り得ない事情があったのではないかと思います。まだ第2戦が終わったばっかりですので、次の第3戦に向けて頑張ってほしいと思います。それでは前半の解説から入っていきます。まず皆さんもご存知の通り先手を取ったのはイラク代表でした。普段だったら日本代表のビルドアップから解説していくのですが、今回はイラク代表のビルドアップ攻撃から解説していきます。イラク代表は、ビルドアップというようなことはほとんどはしていないのですが、どのように日本の守備ブロックを打ち破っていったかというと、まずは攻撃陣形は基本的には 4-2-3-1 そのまま、もしくは 4-4-2 に近い感じ、そのような形で組んでいました。そして日本代表はいつも通り 4-4-2 のブロックを組んでいくのですが、イラク代表は何をしたかというと、サイドハーフを圧縮させました。普通だったらここは張るのが現代サッカーの常識というように思われていますが、イラク代表はそれはしませんでした。そして後ろゴールキーパーからロングキックを入れて、このボランチのとこで競らせて、ここでまず勝つことも多かったです。ここでちょっと競り負けたとしても、今度はサイドハーフの選手がなどが回収、この中の三つ折で回収するというような感じで前進していました。また、トップの選手、18番の選手、ここも競り合いに非常に強くて、ゴールキーパーはおそらく18番の選手をずっと狙っていたと思いますが、ここでなかなか競り勝てないというのが続きました。そしてボールを拾ってからイラクの攻撃が始まるのですが、イラク代表はまずサイドを圧縮するというところを徹底していました。例えばここでサイドバックの選手が持ったとしたら、とにかくサイドに人数を密集させていました。なぜ密集させたのかというと、日本もこれにこうして必ず密集してきます。こんな風に日本代表も相手のサイド圧縮に合わせてサイドを圧縮するのですが、結果的に何が起こったかというと、ボランチ2枚ともこのようにサイドに釣られた結果、どこが空いたかというと、この辺のスペースが空いていました。ボード上ではちょっとあまりうまく表せないのですが、このスペース、ボランチと逆のサイドハーフの間、ここにあえてスペースを空けて、ここでボールを受けていました。おそらくサイドハーフの選手だったと思いますが、このエリアでボールを受けて、そこから逆サイド、数的有利の状態で攻める。そのような展開をしていました。またもう一つあったのが、ここでサイドに圧縮して、逆サイド、人数、同数の状態のところにボールを、ロングボールを送り込んで、ここでサイドチェンジ。18番の選手、やはり強いですので、ここで競り勝てて、そこで回収。実際に失点し、1失点目はこのような感じで逆サイド、ここでサイドチェンジされて、ボールを回収され、そしておそらくサイドバックの選手にオーバーラップされて、さらにそのよう追い越してきた選手がいて、そこからクロス、18番の選手がヘディング最後しました。おそらく17番の選手がクロス上げたと思います。そしてそのままクロスを合わせてゴールというような感じで決められてしまいました。完璧なイラク代表の策にはめられてしまいました。イラクの今言ったような攻撃のロジック、ビルドアップのロジックは一試合通してやり続けます。後半はあまり見られませんでしたが、前半はとにかくずっとこれを徹底していました。日本代表はなかなかこれに苦しみ続けます。このようにイラク代表の策にはまり続けた日本代表ですが、前半20分あたりから少し落ち着き出します。そしてイラク代表がどのように守備をしていたのかというと、ご覧の通り、ワントップとトップ下がかなり低い位置で守備を構えて、4-4-2 に近いような形を取っていました。対する日本代表は 4-1-2-3 のような形。森田選手が上がって、遠藤選手がアンカー。そのような形でボールを繋ごうとしていました。結果的にこれ、イラク代表、バイタルが非常に狭いですので、ここに縦パスをつけても、ボール、その後がない。もしくは、ここでそもそも失う。そのようなシーンが多かったです。
先ほども申しました通り、久保選手、なかなかうまくいかなかったということを言いましたが、久保選手はここで受けても簡単に囲まれてしまい、ボールを取られる。もしくは、久保選手、ここでなんとか頑張ろうとしても、パスコースがなくて、ボールをつなげない。そんなシーンが続きました。また、イラク代表のライン設定、非常に低かったです。めちゃくちゃ低いかというわけではないですが、完全に裏をギリギリ使えないような、そのようなライン設定をしていました。麻生選手が何度か裏抜けを試みるのですが、ここで裏抜けしようとしても、まずディフェンダーの選手もしっかりついていましたし、キーパーの選手にほとんど回収されるというような展開でした。そんな感じで、日本代表の攻撃の手段のうち2つ、裏抜けと縦パスを2つを防がれてしまいます。唯一攻撃の糸口をつかめそうだったのがサイド。久保選手がこのようにサイドでボールをもらって、そこからうまくなんとか縦突破するのですが、この通り中野選手が浅野選手、南野選手、久保選手ということで、南野選手はどちらかというとこのように中に入ってくるというよりは、マイナスのところで受けたい選手ですので、あまり中には入ってきません。そして久保選手も中にクロスを合わせるような選手ではないので、中に入っていきません。結果的には浅野選手が中に入っておらず、なかなかクロスが合わない、そのような展開が続きました。というような感じで唯一の攻撃の糸口サイド突破もクロスが合わないというところで自分たちで潰してしまいました。そんな感じで全くうまくいきません。そうこうしているうちに2失点目を喫してしまいます。2失点目も似たような感じでサイドチェンジはなりませんでしたが、日本の右サイド菅原選手の方のサイドをここを突破されて、またファーにクロスを上げられて、それを18番の選手に合わせられる、同じような失点の形でした。というような感じで前半を終わります。続いて後半の解説に移りますが、まず交代、ハーフタイムの交代ですが、谷口選手に代えまして富谷選手が投入されます。そして相手の方も代わりがありまして、二人代えましたが、今回は一人だけピックアップさせていただきました。18番の選手、先ほども言いました、脅威だった18番の選手が10番の選手と交代します。そしてイラク代表、明らかに後半は守備モードになっていました。先ほど申したように、4-4-2 の硬いブロックを作って、もうほとんど攻撃に人数をかけない、そのような展開が続きました。そして日本代表ですが、配置を少し変えます。南野選手を中央、久保選手を右サイドに持ってきます。伊藤選手が左になります。結果的にこの回は悪くはなかったですが、決定打とはなりませんでした。攻撃の回数多少増えましたが、どれも決定打とはならず、左サイドから何度かやはり伊藤選手の個人技で突破するシーンはあったんですが、クロスの入りが遅い、前半も申した通りのことが起きまして、そして何より気になったのが、後半途中、堂安選手が久保選手に代わって入るのですが、堂安選手がどれだけ頑張っても、やはりサポートが遅い。どんな風にサポートが遅いかというと、イラク代表の選手たちがこのように後ろでブロックを構えているのですが、ここでサイドでボールを持っても、このエリアです。このエリアに誰もいないのです。堂安選手と同時に上田選手も入るんですが、このサポートがずっといませんでした。なぜいなかったかというと、先ほど申しました通り、ビルドアップを 4-1-2-3 でやろうとしていました。これが結果的にうまくいかない原因だったと思いますが、南野選手、森田選手ともに、本当はここに入ってほしいのですが、結構中央の方に行った印象でした。もしかしたらこれはコーチ陣からの指示があったのかもしれませんが、このように中に入っていました。サポートにならない距離でいました。まあもちろん、堂安選手が入って以降は、南野選手はここに来るシーンもあったのですが、基本的にはこの遠い位置にいたというシーンが多かったです。そして、サイドバックの位置もあまり良くなく、菅原選手はずっと後ろにいました。ですが、ここのスペースに関しては、正直板倉選手でも埋めれました。そのため、菅原選手はこのように中に入っていく動きなども見せてほしかったと思います。逆もしかりで、このように、ここの中に入っていく動きはなく、サイドバックはずっとここの低い位置で残っているというような感じで、もう全く無意味な位置にいました。ビルドアップ無知もそうで、板倉選手がここで持っても、菅原選手がずっとここにいるだけで、正直ここは何の意味もありません。たとえここに出したところで、相手少し動くだけで何も変わりません。だったら上がって間にいてほしい。もしくは逆に堂安選手が中に入って菅原選手が入ってサイド張る。のような感じで、ここの意味のない位置ではなくて、ちゃんと意味のある位置にいてほしかったと思います。ですがおそらく、しっかりコーチ陣の意図が伝わっていなかったのか、もしあら、もう疲れでうまくいっていなかったのか、よくわかりませんが、全くそれはできず。最後、終盤で遠藤選手のヘディングで追いつくなどありましたが、結果的に2対1で負けということになりました。今言ったようにビルドアップのロジックが全くうまくいっていませんでしたし、イラク代表のブロックを崩す術もあまり見えませんでした。コーチ陣の戦術がよくなかったのか、選手たちが体現できていなかったのか、どっちかという話ですが、私個人的には選手がコーチ陣の言った戦術を体現できていなかったのではないかと思います。明らかに全選手コンディションが悪かったです。
コーチ陣がどのようなことを喋ったかわかりませんが、正直ベトナム戦であれだけいい采配をした、またそれ以前にもいい采配をしていた日本のコーチ陣がこれだけうまくいかないとは思いません。試合前のミーティング、そしてハーフタイムで指示はあったと思いますし、ハーフタイムしっかり対策はあったと思います。ですがうまくいかなかったということは、選手たちが体現できていなかったのではないかと思います。ここの真相はわかりませんが、どちらにせよ正直今回は全くよくありませんでした。もちろん選手たちが悪いとは言いませんが、選手たち正直良くはなかったと思います。私個人的には試合を見ててずっと 3-4-2-1 にしてほしいなと思っていました。なぜ 3-4-2-1 かというと、例えばこのような感じで 3-4-2-1 を作るとして、先ほども申しましたが、まずサイドで持った時にここのサポートがいないという話をしました。ですが 3-4-2-1 ならシャドウができますので、ここのサポートが必ずいます。またサイドバックがここで張っていることで数的肩になっているという状況も起こっていました。しかし3バックなら相手2トップに対してこのように3バックで数的1枚だけ有利ということで、これは非常に合理的です。ここが運んでいけばここのスペースも使えます。こんな感じで 3-4-2-1 すればメリットも非常に多かったりし、何せサイドに人数をかけれるということでサポートも生まれました。私個人的には 3-4-2-1 に変えてほしかったんですが、コーチ陣は変えませんでした。もしかしたら選手たちのコンディションなども考えてできないという判断をしているのかもしれません。次回インドネシア戦ではしっかり戦術的にも技術的にも体力的にも上回ってほしいと思います。今回の解説はここまでとさせていただきます。いかがだったでしょうか。最後に次回予告です。次回は AFC アジアカップ2023グループステージ第3戦インドネシア戦を解説していきます。1月26日金曜日に更新予定です。ぜひご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。